どうも、こんばんは、NM です。今回は復刻した交差する美学特急を、週末有馬でやっていきたいと思います。フレンドさんの週末有馬六角星の必属性、メインクイーン家に鳴上でサブに新たですね。僕も、メインに鳴上サブに新ただったと思います。で断罪はフォローに、鳴上で、平子がなごみに、新たかなつけてると思いますね。さあやっていきましょう。これ動画上げてたかな、あんま覚えてないんですけど、上げてなかったような気がする。難しかったんですね多分これ。俺じゃあ勝てなかったはず。なんか最初に来た時多分まだ SSR の圧倒カニキ使ってた頃なんじゃないかなと思うんですけど、そこだ。どうだった、難しかったのかな。そこだ。さあ始めよう。どうしよう。これじゃあいけない、届かないよねあそこなんて絶対。あ、全然方向が違うところに向いてたね。いやなんかあれですよね、すげえ増えてきた感がある。どうしよう、使っとくか。あれ使いたいしな、紫電の一戦だっけ。鳴上普段あんま使わねえからスキルの順番覚えてないけど、バフで紫電の一戦だったっけな。そういう紫電の一戦っていう名前かどうかも結構あやふやなんだが、だいぶさフレンドにさ週末とさ石岩カネキが増えてきてさ、なんか化け物揃いなんだけど。そこだ。そこだ。あーミスとか。まあ、これからねこう2周年3周年ってさ、こう3周年じゃないわ、2周年あなんだっけ、次この一撃、次はそんなあれか節目みたいなもんね。2周年ぐらい行った時にさ、どんなキャラを出してくるかなんだよね。カニキ出すにしてもなんか、ああ復刻っていう感じもあるのか。まあ多分石岩と週末有馬は絶対2周年で出てくるだろうし、そこで新しい UR を投入してくるとすれば、なんか1個上のレアリティとか、自然の一戦だ、次で使おう、次のレアリティとかさ、なんかそのこの2人の上を行くような性能の UR が出てきたりさしそうなんだけど、どうなんですかね。まあどっちにしろ闇になりそう。2周年も闇ガシャって引いてて楽しい。おら、あれなんぼ火力出てたんだ。20万ぐらいか、200万か。200万も出ないよな、出るのかな。死ね、一重100千万10万、あ200万か。紫電の一戦2発で終わったな。ほら放置しても大丈夫そうだな。スキル勝手に使ってくれるんなら、まあでもさばかないと前のフロアとかで一戦打つ可能性があるのか。まあいいでしょう。というわけで今回は交差する美学、特急復刻した、イベントでした。まあなんかもうすでに週末あり、まあ秋田感あるけどかっこいいよねイラストが。よし、じゃあ終わります。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。